というこれが1六歩の話ですよ、うん、国際政治は悲劇だという話で、うん、ただあの大国同士の中には干渉地帯が必要ですよと、うん、そうなんですよ、こういうことです、はいはい、干渉地帯がいるんですよ、そうです、はい、すみませんちょっとこれ今、うん、申し訳ない、なんかおかしいと思ったら、はいはい、すみません電源が入ってない、電源入ってない、はい、次いきますね、あの、うん、国際政治悲劇の話です、はい、これあの、うん、リアリズムの立場から見るとこうなりますよという話です、うん、はい、で僕あのリアリズムの立場って何ですかと端的に言えばですね、うん、まあ19世紀思考、うんうん、というかですね、はい、まあ、古い大国政治を、うん、意識したやり方なんじゃないかと思うんですよ、うん、ところが現在はこれ西洋社会全般的にそうなんですけど、リベラルなインターナショナルな世界を実現しようと、要するに一つの国には一つの主権があって、一つの領土があって、それぞれが決定権を持ちっていう、でそれを民主的に決めてなんかやりましょうっていう、まあいわゆる民主主義がこう広まった世界みたいなものを一応理想としてて、実際そういうふうに世界動いてるというふうに思いたがるような世界じゃないですか、リベラルな。ところが実際そのまあ僕それはあえて21世紀型とか20世紀型って言うんですけど、そういう21世紀型のような人たちが勢力がいると、21世紀型のヨーロッパの人たちがぶつかると、うん、はい、とんでもないことになるっていうイメージを持ってるんですよ、ね、でそれ何かというとですね、例えばこういうブルームバーグのこの1月13日の記事で、うん、オードリー・クルスという人かな、はい、うん、はい、この方が、まあ、意見記事でこういうことを言ってるんですけど、はい、何言ってるかというと、戦争、まあ、結局ロシアは勢力圏を、はい、目指してるんだと、はい、スピアブインタレスト、はい、でこれは、まあ、昔のね伝統的なやり方としては、うん、こういうやっぱロシアが勢力圏をクッションとなる地帯を置いて、うん、はい、でそこで他の大国とやっぱお互いそこ手を出すのはやめようね、うん、まあせめぎ合ってもいいけど、はい、そこでおしくらまんじゅうするのはやめようねってことで、うん、途中に、まあ、中小国を置いとくっていうやり方、はい、昔してたじゃないですか、そうですね、でこっちの方が安定するんじゃないかっていう考え方は、はい、うん、NATO がそのなんていうんですかね、東側にどんどん95、6年からクリントン政権からどんどんやり始めて、うん、まあ、拡大したんですけど、ああいうことするとまず最終的にはロシア怒るよねっていう話だ、要は干渉地帯を縮めてきたら、はいはい、ロシアとしては当然怒るよ、当然怒ると、でそのちょっと怒る話を言うと、はいはい、まあ、アメリカさんも昔怒ったよねというそのキューバの地図、はい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 、これ、まあ、リアリズムの世界では、まあ、当然のように言われてる話です、はい、いつも出るやつです、はい、これキューバはアメリカの内海に刺さったトゲということで、はい、1962年、はい、うん、はい、昭和37年ですね、はい、まあ、僕も生まれる前の話ですけど、はい、キューバ危機っていうのが起こったんですよ、うん、はい、これ何かというとケネディ政権でですね、うん、キューバ、まあ、これ共産革命しててカストロいたんですけど、はい、うん、そこに、ソ連が、うん、なんとミサイルをここに運び込むと、うん、はい、でここだったらテキサスとか狙えちゃうという状況になったのを発見して、うん、これキューバ危機ってことになってですね、まあ、13日間にわたってもその瀬戸際外交アメリカとソ連がやって いつその核戦争になるのかっていうことで大騒ぎになった時があるんですよ、うん、そうですね、もうこんなね、はい、アメリカのすぐ近くに、はい、もうこれフロリダですからね、はい、フロリダですよ、だからこんなところに核ミサイル来たらダメですよと、はい、でアメリカもギャーってなったわけですよ、はい、でこの時なんかアメリカがキューバの石油止めたりとかしてたから、はいはいはい、キューバ側もぶち切れて、はいはいはい、そのミサイル持ってきてやる、そうミサイル持ってきてやるっていうふうになって、はい、だからこういうことしちゃいかんのに、うん、アメリカはこういうことやって、うん、やーって切れたわけですよ、はい、にもかかわらず、はい、じゃあウクライナってどうよって言ったらこれですよ、こういうことですよね、そういうことですね、はい、あの最前線、まあ、モスクワの、はい、こんな近いとこですよ、目の前ですね、はい、ソ連のね、うん、まあ、ソ連って大体どこも何もないとこですけど、はいはいはい、モスクワが一応近いんでウクライナだったら、ここベラルーシとかウクライナが取られるって言ったらそりゃ怒りますよっていう話ですよねでソ連時代はこのポーランドとかスロバキア、ハンガリー、クロアチアぐらいまでが、うん、はい、共産権だったわけじゃないですか、うん、はいはい、それがどんどん削られて、今やその西側がなんと、はい、まあ、ベラルーシはまだあれですけど、エストニア、ラトビア、リトアニアってこのバルト三国のみならず、ね、はい、ウクライナにまで手を出してきてるということで激怒してる状況ですよね、うん、これはだから、はい、プーチンじゃなくても、はいはいはい、誰でも怒るよね、もしロシアを、まあ、ロシアに、はい、ロシアを自分が経営してるって、うん、国家をね、治めてるトップであれば、はいはいはい、ポーランドぐらいはいいよと、はい、ルーマニアぐらいまでギリだよと
ウクライナには来るなよ。いやもうとにかくこの2004年にエストニア、ラトビア、リトアニアが入った時点で、うん、それは激怒しますわねって話なんですよね。あのすいませんこれよく出て、じゃあ次あのベラルーシみたいなへんてこな大統領でも、はい、あのやっぱ可愛く思えるだろうね。俺の子分だと思ってたね。まあまあまあ、これで見たらね。そう、それは思うよ、ね。ロシアはこれ伝統的によくあるんですけど、うんうん、その地域の一番ヤバいやつに、うん、独裁者やらせて統治するっていうやり方やってますから。そうね、はい、その伝統だよね。これよくあの出てくる話なんですけど、うん、NATO の拡大ですね。これ時系列に追うとこうなりますよっていうの、うん、YouTube でもありますし、はい、1949年からこれまあ冷戦時代からですね。うん、2018年までの、はい、うん、どういうふうに NATO、うん、北大西洋条約機構ですね、うん、アメリカを中心としたカナダ、はいはいはい、アメリカ、うん、カナダを中心として、フランスも含めてです、まあ、フランスを途中抜けたりとかしますけど、まあ、一応こういう形で、まあ、イギリスですね中心に、ヨーロッパの、まあ、西欧と言われる勢力がどん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 その NATO を取り込んできたと。確かにね、ドイツだって半分だったわけだからね、はい、はい、そうですね、そもそも、はいはい、それが、まあ、それがトルコまで、まあまあ、トルコは結構しょ、ね、初期ですけど、はい、うん、だいぶこういう形で入ってくると、うん、それはロシア側の人間は、うん、あの嫌がるよねと、切れるよね、いうことで、あのロシアっていうのは基本的に昔からこれね、ロシアの病気みたいな部分はあるんで、病気というか、うん、あの、はい、昔から歴史的にそういうすごい恐怖感を持ってるっていうのはあるんですよ、うん、恐怖症として、はい、でそれは何かというと、なんとあの国やっぱりスウェーデンに攻め込まれたとかポーランドに攻め込まれたっていう記憶をものすごく鮮明に持ってて、なおかつタタールの首輝と言われる、いわゆるあれですよ、うん、あのモンゴルからやられたと、ね、でまあ、地表からそのなんていうか地面を伝ってくやってくる恐怖感、うん、なので彼ら実はあんだけ図体がでかいくせに怖いという、はい、恐怖感を持ってるんです、ね、それでこんだけ国境を広げちゃったっていう、ね、はいはい、ということですよね、はい、でそれを西側がしかもそのアメリカが中心となって、エストニア、ラトビアっていう直前まで来たと。でいよいよウクライナかということになると前にバッファーがないんですよね。確かに、はい、そうするとこれ困るよねということ、うん、それは怒るよねということで、まあ、リアリズムの観点からするとですよ、はい、これはロシア怒っても仕方ない、別に僕はロシアに同情するわけじゃないんだけど、うん、普通にそのパワーの原理として見てったら、うん、これはまあ怒るのはしょうがないなと思うんですよ。でそれ23ちょっと見てください、はい、次、はい、でいわゆるその伝統的なですよ、ヨーロッパで行われてた、うん、まあ、これがいいかどうかっていうのはもちろん皆さん、はい、あの指揮者の方いろいろ言うかもしれないですけど、はい、うん、あのリアリズム的に見るとですね、うん、これ安定するには、はい、ウクライナを、まあ、干渉国というかバッファーステートにするしかないんじゃないか、はい、でその理由はこれなんですよ。とどめとくという、はいはいはい、NATO がこれだけ拡大してますと、うん、で今ポーランド、バルト三国のみならず、はい、ウクライナまで西側を手出してきたって、うん、ロシア側は思っちゃってるんですよ、はいはいはい、まあ、陰謀論でも何でも、まあ、そうですね、はい、とにかく理由つけて、とにかく現実的に来てますからね、来てますね、はい、そうするとどうしても国境、この NATO とロシアが直接相まみえると、うん、はい、ロシアとしてはとんでもない恐怖感を与えてしまう、うん、はい、だったらじゃあどうするかということで下なんですよ、ウクライナにね、はい、これは普通に安定、まあ、いわゆる普通のリアリストたちが考えるやり方としては、うん、ウクライナ、まあ、本当はポーランド、バルト三国も入れてですね、はい、そこに緩衝地帯を置いて、うん、まあ、ドイツ、ベルギーあたりが、まあまあ、一応正面というか、うん、まあ、その途中でオーストリアとか、まあ、ちょっとバッファーがあるけど、はいはい、まあ、そういう形にしてロシアとの間にクッションを置くと、まあ、ちょっとウクライナの若者は自由と、うんうん、平等と人権のあるヨーロッパ、うん、はい、アメリカが好きだというふうに思ってるけれども、うん、まあ、そのウクライナの若者に死んでもらおうと。だからそれを言うとね、そこ別にそれ言ってるわけじゃないですよ。いや僕自由と平等でね、はいはい、門戸を開いてますよと言いながら、はいはい、いやいやいや、そこにいてくれと言うわけでじゃないですか。まあ、はい、だからこれを言うと、僕多分ウクライナ大使館とかからすごいクレームが来るかもしれないですし。いやいや、一応ね、これ、はい、ちょっと僕はさっきそういう考え方だってこと、放送前の言葉を逃さずにそこに書かせてきました。はいはいはい、はい、NHK の日曜討論でどういうことをよく言ってるかというと、あ、そうです、21世紀思考は人権と自由ですと、はいはい、それで国家の主権との尊重と領土一体化が大事ですって言ってるけれども、うん、これはもう21世紀思考だし、うん、まさに現代的で僕は素晴らしいと思うんですよ、はい、そうですね、これはいいと思います、はい、ところがこれ、はい、奥山さんのリアリスト思考って普段言ってる通り、はいはいはい、ロシアは19世紀思考で大国のパワーで決まるって考えてるんですよと、まあまあそうですね、で、はい、今でも世界は実際は19世紀のままなんですと、というかですね、僕が言いたいのはこういうことです、うん、19世紀思考のやつがやっぱりいるんですよ、うん、はい、そういった時に21世紀の、うんうん、人権ですとか、いわゆる自由ですとか、まあまあまあ、そういうのが通じるかどうかってことです、はい、で僕はこれをもっと分かりやすくするために、うん、ちょっと絵で説明してみた、はい、グリゲルの言葉ですね、はい、まあ、グリゲルの言葉です、はい、
これ僕非常に好きな、はい、あのアイディアなんですよ。どういうことかというとこういうことです、はい、EU の人たちは、うん、このロシアの森の近くで、うん、バーベキューしてたんですよ、はい、でみんな俺たち仲間だよな、はい、楽しいよなと、うん、パーリーパーリーだ、宣言やろうぜと、はいはいはい、お互いあの労働者も回して楽しくやろうぜってやってたわけですよ、うんはい、そしたら突然ロシアの熊がバーベキューあのやってんじゃん、ふざけんじゃねえ、はい、俺の森を燃やすんじゃねえって言って、はい、ガーッと怒って出てきたって、こういうイメージですね、はい、なるほど。でこれ僕が別に言ってるわけじゃなくて、はい、あのグリゲルっていう人、うん、戦略の本ありますね、うん、あの、はい、不穏なフロンティアの大戦略って、はいはい、あの本にあります。要するにいい本なんですけど、民主主義化してパーティーをやってたけど、森の近くにいたら、はい、クマが来たら、はい、クマは言うこと聞かないよと乱入してるんですよバーベキューやってたとこにブワーって来たらどうするんだって話。クマは19世紀思考ですからね。そうなんですよ、はい、野生がやっぱりパワーで決まるんだって。ロシアに対してもちろん野生、うん、あのやなんていうんですかね、はい、クマに対して理性が効くかどうかって話。確かにねで、うん、まあいくら今あのプーチンとか、まあ、ロシアの人に対して、うん、いや主権大事ですからって言ったところで、はい、彼らはそんな世界観を持ってないわけじゃないですか、はい、それに対して我々どうしようかっていうのは、うんまあ、ロシアが分かる言葉でしか喋るしかないよねっていうことで、はい、軍事力やったり、まあまあ、軍事力で対抗は無理かもしれないから力で見せるか、それか餌をあげるか。餌をあげたらまたまず増長しそうじゃないですか。だから一番いいのは森に返すことなんですよ。森に返すこと、はい、もしくは森あのそこにしっかり柵をね作るとかね、作るかね、ということで、で僕はその柵がウクライナになるんじゃないかみたいな形を少し考えてるわけなんですよ。だから、はい、奥山さんはそんなこと言ってるから、はい、いつまでたっても NHK の日曜討論呼ばれないんですよ。出れないですよ。呼ばれないんですよ。そりゃそうですよ。あいつらはあの理性がないですから追い返すしか力で追い返すかしかないんですよみたいなこと言ってたらちょっと全然ダメなんです、ね。まあ、出れないです。じゃあ僕が言いたいのは、はい、その野生のまま、うん、野生のクマがいるんですよ。はいはいはい、でそれを、うん、あのパーティーしてる、うん、バーベキュー酒飲みながら楽しくパーティーしてる人たちが、うん、どう対処するかっていうジレンマが常にあるってことですよね。はいはい、いやパーティーしてる人たちはだから、はい、その撃てるのか撃てるのかっていうか、うんうん、クマを追い返せるのかどうか共存できるのかって話です。まあ実際にロシアのことわざがあるんで、はい、それもちょっとこれはちょっと分かってるよね。これねこれ面白いですね、はい、クマをダンスに誘ったらその終わりを決めるのは、はい、あなたではないと決めるのはクマいやこれはいいなという感じですね、はい、クマなんですよ。でクマって誰かって、まあ、ロシアじゃないですか、はい、そうですね、誘っちゃったからね。誘っちゃいましたからこれ、はい、あのはい、残念なんですけど NATO がどんどん寄ってったからね。寄ってっちゃいましたから、はい、森の近くまで行ってバーベキューやっちゃったんですよバーベキューやっちゃいましたね、はい、いやまずいわけですよこれは、はい、非常に、はい、っていうことなので、まあ、ちょっと似たような言葉出しますか、はい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 、一応ちょっと全然関係ないことがバブルの時に暴落しちゃったんだけど、うんはいはいはい、その時売り逃げたことが逃げることができなかった人ですから、ね、あそれいっぱいいますね、音楽がまだ続いてるのに自分だけダンスやめて帰るわけにいかなかったんだってもう分からんでもない。これはそういう気持ちは分かります。そうですねもう早めにね売って逃げなきゃいけなかったんだけど、こうサブプライムとかで引っかかっちゃいました、ね、いやでもこれじゃないですか、はい、でも今ロシアに対抗してやっぱ21世紀の音楽がまだ流れてるんですよ、うん、流れてる、そうそうそう、はい、なんですけど、はい、目の前にはクマが来てるという、でもやめるわけにはいけないっていうジレンマが発生してる、ね、暴落はあるよと、はい、はい、ということですね。戦略が分かると、うん、早く理解したいというためにですね、はい、戦略の改装という音声講座あるんですけど、これがなんと新しくなりました。新しい知見もね、入れてですね、新しい事例も入れてベーシックが、はい、入れてます。変わったという、はい、でこれが分からないと戦略が分からないよというぐらいのもので、はい、一番早く戦略を分かることができますというものですね。今回はい、映画を紹介してその映画をもとに、戦略の階層が分かるっていう、はい、さらに 2.0 からもっと分かりやすくしてますね、はい、あとまあこれ個人的に使えるのでね、個人の自分の戦略を人生でどういうふうに見るかっていうこともできますんでね。あ、そうですね、学問の話を外入れてます。そうですね、はい、でまあ、戦争学というか戦略学、はい、そうですね、で後半に、うん、そういうちょっと映画の話とかっていうところを入れて、ね、はい、分けてますか。そうですね、 2.0 の時はとにかく、戦略的な難しい話を抜いてやってたので、はい、で今回はちょっと難しい話も入れてるし、ね、さらに分かりやすくするための映画から撮ってきたね、そうですね、はいはい、対比、ライバル同士の、ね、戦略の階層を出して、はい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 、
こんな形で差がついたよと。映画の方は今、アマゾンとかでね、はい、プライム入ってる人は無料で見れると思いますので、うん、今ならすごくいい参考になると。映画の方ですね。そうです、はい、マクドナルドの創業者のファウンダーっていう映画を元に、はい、戦略の階層を解説する部分も作ってますので、いや、はい、僕もでも実際見てやっぱ勉強になりましたよね。はい、はい、ぜひ、ご覧にいただく、まあ、この本音声聞いた後に見ていただくと、はい、うん、ものすごい理解が、マクドナルドを作ったファウンダーっていう映画ですね、はい、創業者は実はマクドナルド兄弟っていう兄弟なんですけど、そいつからユダヤ人の、レイクロックが奪い取ったんですよねでどうやって奪い取ったかっていうところにマクドナルド兄弟と、そのレイクロックの戦いが出てくるんですけど、2人が全く違う戦略 で、このハンバーガーやビジネスを考えてたというところで、見ていただけたら、はい、一気にね、そうですね、いろんなことが分かると、本当、はい、ポイントが分かると思いますので、うん、ぜひぜひ、はい、そうですね、こちらの戦略の改造 3.0 の特に後半をね、そうですね、はいはい、映画の話をしてます、ね、いや本当に戦略っていうのはえぐい話だなというのが分かりますね、はい、そうですね、そうですね、確かに